九章山の一九章山の一九章山、麓の人風格九章山は、鳥取県鳥取市にある山である。標高263メートル。九章山は、鳥取市街地の東方、鳥取県庁の背後にそびえ、鳥取市を象徴する山として市民に親しまれている。麓には、桜の名所である、九章公園や鳥取県立博物館。 人風閣などの名所旧跡や鳥取県立鳥取西高校がある。室町時代後期には旧正山の自然地形を利用して鳥取城が築かれた。1581年には橋場秀吉の長囲いにより人肉まで喰らう悲惨な牢城線を経ている。江戸時代は鳥取藩32万5千石を領する池田市の居城となった。明治になって鳥取城は 陸軍省によって解体され、山頂には本丸跡、山麓には二の丸三の丸跡などの石垣が残る。1957年には国の史跡に指定された。二の丸は桜の名所として、また九章公園は市民公園として多くの市民に親しまれている。九章山の山体は主に花崗岩からなっている。中世大白亜紀の終わり頃、 約六千万年前に貫入した河口岩が、その後の土地の隆起と侵食によって地上に姿を表した。そして北側と南側に生じた断層により、現在の地形が作られたと考えられている。このような形成過程のため、標高はさほどでもないが、かなり険しい山陽を呈している。鳥取城が築かれたのも、こうした険しい地形を利用したものである。山頂付近には、 玄武岩の天石が見られ、天守台の石垣にも玄武岩が用いられている。噴出した時期や噴出場所は不明であるが、かつては山頂を玄武岩の溶岩流が覆っていたと考えられる。C、歌詞、椿などの上緑紅葉樹に覆われている。鳥取周辺の山には上緑紅葉樹林は少ないが、九松山にこうした林が残っていることは、九松山が城山として、後には、 史跡として手厚く保護されてきたことによる。縄文時代は海新により九章山のふもとまで海が迫っていたが、この時代の名残であるつわぶき、とべら、おにやぶそ鉄も細々と生き残っている。キノコの宝庫として知られ、170種類以上のキノコが生育し、一年中キノコの耐えることがない。鳥類、甲虫類も豊富に生息している。山毒の長田神社、公然寺。 旧五穀神社境内は、キマダラルリツバメの生息地として、国の天然記念物指定を受けている。また、沈庁久松緑しじみの第一発見地でもあるが、現在は全く姿を見せなくなってしまった。野鳥120種が生息する。二の丸から山頂へと登る中坂道、登録の長田神社から山頂へと登る長田道の2本の登山道がある。 中坂道を利用すると30分、長田道を利用すると1時間ほどで山頂に到達する。山頂からは鳥取市街地、小山池、鳥取砂丘、日本海などが望める。北側の山腹には重心林道という林道が通るが、現在は自動車は通行禁止である。重心林道は山頂近くで長田道につながる。最近になって地元の市民グループ、 旧正山を考える会により、戦国時代に城の大手道だった西坂道が復元された。ただ、かなりの休憩斜で滑りやすい箇所もあるため、西坂道を登る際には、軍手や滑りにくい靴の着用など十分な装備をしてから望むこと。近年になって、登山道付近における熊の目撃情報が寄せられるようになった。登山の際は、 熊よっけの鈴などを傾向した方が良い。以前は鳥取町天守の復元を見込んで、旧商産ロープウェイが鳥取観光株式会社により設営されていた。1969年6月1日から運行を開始。1970年に開催された大阪万博のついでにここに寄ってもらうなどの期待もあったが、立地条件の悪さもあり、次第に客足が減少。 1976年に廃止され、山岳駅は現在埋蔵文化センターの倉庫として利用されている。山頂駅は廃墟化しつつも休憩所として再利用されている。またロープウェイの旧山岳駅付近には登山コースはない。観光案内所などには、登山にはロープウェイが利用できる旨の記述がなされていたり、観光地図にロープウェイや駅舎が記載されていたりするものもあるが、 ロープウェイは運行されていない。ありがとうございます。